ビネーション。ファーストジャンプは難易度の高いルッツからトリプルルッツ、トリプルトーループ決めてみせました。これがキム・ヨナ。この3回転3回転コンビネーションです。トリプルルッツ、トリプルトーループ。ファーストジャンプなんとかこらえて、さあ徳田美志和も最初のコンビネーションはルッツトーループ、トリプルルッツ、トリプルトーループ。決まった。両方ともに高さがありました。流れトリプルトーループ、ファンタスティックのために必要なのは10位以内という成績。自身初めての世界フィギュア、マンボナンバー8とともに動き出しています。さあ最初のジャンプ、トリプルトーループ、トリプルトーループ、3回転3回転決めた。これは高さがありましたね。加点のつくコンビネーションだと思います。Triplo toll, molto bello. 魅惑のショートが始まりました。タランティーノメドレー。トリプルトーループ、トリプルトーループ、ちょっと前向いてしまいましたね。2つ目こらえた。まずコンビネーションは3回転3回転、トリプルトーループ、トリプルトーループ、決まっています。高さがありましたね。3回転3回転のコンビネーションです。トリプルトーループ、トリプルトーループ、決めてみせた。Good start, triple toe, triple toe. この曲同様、コストナーならではの不思議な世界が展開していきます。この後は3回転3回転コンビネーション、トリプルトーループ。あと軸が曲がりましたね。第2ジャンプ、今シーズンは九段エッジが少しフラフラっとする場面もよく見るとあったんですけれども、それをうまくコントロールしてミスにつなげないというのが彼女の強さだなっていうのを、本当に強い選手だなっていうのを思いましたね。まあこれ八木沼さんね、2点争いの中になってくるとどう影響してくるかなっていうところが心配ですが、その他のジャンプなんかはこう踏ん張って、このジャンプも良かったなと思うんですけど、ちょっと最後の回転がどうだったかなって、決まったシーンもミスというよりはアクシデント的に抜けてしまったんですよね、スピンが一つ、でその後というのが痛みもありますし、あとは動揺もありますので、最初から本当によくうまく集中してこのショートプログラム臨めたなと思いますね、はい、でこの3回転3回転トーループのコンビネーションが決まってから、またさらにエンジンが、ませんが、全体的にはよくスケートも伸びていましたし、はい、動きのキレというのも非常に良かったと思います。あ、動きのキレね。まあ、八木沼さん、ある意味本当に悩みから抜け出して次のステップへという、そんな感じにもね、スケートをしているなという印象がありました、まあ、そのあたりは八木沼さん、やはりこうもうジャンプ一つ一つとっても丁寧と、そして正確さといいますかね、はい、
にどうしてもやっぱりうまくいかせたいところでうまく成功に結びつけるというのは非常に素晴らしいと思いますね。全てのエレメンツ非常に丁寧で、そして着実にこなしてよかったと思います。まさに The target would be a top 10 place and that will not have done her any harm. Now you can see amazingly strong on that combination. 思いますので、はい、どこまでどこにこう順位は入ってくるかなっていうのがすごくこう気になってきますね。確かに